さあ激突分からずだよね。行きましょう。1万同士。ただ勝ったとしてもこの後の城詰め果たしてっていう話になってくるんだよな。ね、ちょっと城詰めまではいけなさそうな感じするよね。こういう形で一気にここになだれ込もう。参ります。でまず砦を破壊しに行く。この鳥居もまたさ結構やらしいよ。始めるぞ。これ多分深追いするとこの舞台に挟まれるんで、あんまり深追いせずこの辺で浅く戦っていこう。始めるぞ。川を渡りたくないな。よし、鳥居破壊したね。対象部隊だ。対象部隊やるでもいいんだよな今回は。一連卓勝じゃないや、男立てぶちかまして対象部隊一本釣りっていうのもなきにしもあらずかな。いやでも結構いいとこに隠れてるわ。さすがだよ AI も。出てきたぞこれ。男立てワンチャンあるんじゃないかな。もしくはね、新参希望で足を止めるっていうのもあるよね。新参希望だいぶ乗ったね。じゃあちょっと深入りしよう。対象部隊朝比奈隊を叩く。で小十郎がグーって寄せてって朝比奈隊にさらにプレッシャーをかける。壊滅で小十郎はここにとどまろう。どうかな、いけるんじゃないかこれ。対象部隊いけそうだね。もう一発決定的な何かを打てれば 100% だけど、いやこれでもいけるわ。全然いけるいけるいける。攻撃力高いもん。あ、そっち壊滅してくれてありがたい。そして本体も壊滅。やりました。よし、白攻めどうだろうな。1万以上いたらいいけど。視力を尽くした甲斐があった。あー残ってない。いや逆に打って出てほしい。そしたら空城8番通り付き包囲で33日。打って出てくれ。これ上杉奴同盟1ヶ月。ここは延長でしょ。いやしかしヤシャクロ頑張ってる。もう順位を多分ね過ぎてんのよ。めっちゃ頑張ってるヤシャクロ。このままうわっ、なんだと同盟を拒否。上杉てめえついにやる気になりやがったか。そうでございますか。いやー、橋場っていう共通の敵がいるから、まだそんな段階には来てないと思ったけどな。全然そんな段階だったんだね。いや、そうか、そうか、そうか。恐れ入ったわ、それは。さあ、軍備もろもろ整えました。それでは、このまま進めていきましょう。で、政宗とかが、おっと橋場？橋場だ。ま、ここは上杉でしょ。力を貸すぞ。で、政宗とかが戻ってきてるね。じゃあ、飯田城、行きましょう。あ、水野勝成じゃん。強いよね、水野勝成ね。想像だと、雑魚武将だったんだけど、戦国立志伝からいきなり、グラフィックやら能力やら上がったんだよね。まあ、ここは上限取れてるんで、待ってよ、飯田城、城門いくつだ？飯田城は、2。だったら、2部隊でなんとかなると、いうこっちゃだね。じゃあ、この2部隊、1万3000で持って、飯田城参りましょう。で木曽福島松倉高原諏訪にも兵が入ってくるんで武将とね。なんではこの辺休合して岩村とか右宝城とかついても面白そうだよね。もしくは富山とか高岡も。いやでも上杉の進軍路を止めるところじゃないよね今はね。てか上杉同盟延長してくんないの。どうなのよそれは。まあ行きましょう。で北条さん、三河武士の誇り、待って、イエスこれどこにおる北条さん、そろそろ、いや交渉出ねえ。どうなっとる。ここはここはでも来ないな絶対に。そうだよね、だって援軍来てるもんね。いやーどうしようもないな。これ津軽ためのどっから出てんの。元桜満義か。まあ、元桜ついて満義もついちゃうか。もうこうなったらもうこの際だ。行ってしまおう。で、万儀、今武将が誰もいないんですよ。なので、これ、府中城からの一気がけで、行ってみようか。だからこの安藤、実末の軍、のみで行きます。武将は一人、兵は300で十分でしょう。では、覚悟を決めて、
参りましょうか、千葉県の旅へ。さあ、で政宗のところはまあ問題はないでしょ。上限取ってるもんね。上限取ってるけど、待って、これ戦になるのどこだ。行くぞ。飯田城で戦予想だよね、これね。大丈夫だよね。出陣する。で、最上義明のとこに板倉勝重1万来てるの、これ厄介だな。上限届いてないし、参ったな。来ちゃうよね、これ。あと何日？20日か。ここはもっと狭いとこないかな。ないね。最上義明、いや勝てると思う。勝とう。1万に6000で、そうしよう。さあ、秀吉が吠える。わしの手で終わらせ。大盤振る舞い、大盤振る舞い、行軍速度上がるのいいよね。さあ来たぞ、全軍を展開させ。小十郎ちょっと怪しいけど行こう。3部隊でしょ。なんとか包囲して、新三希望を乗っけて強撃かまして、ノックアウトで、どうでしょうか。先着効果で90はでかいよね。だから、うわ、沼あんま置けないのか。鍵を握るのは重猿の男盾ですね。男盾で持って沼に引っ張って包み囲んで叩きまくるみたいな感じで戦をしていきましょう。それでは参ります。さあ、きついぞ今回は。行くぞ。なんといっても兵力差が圧倒的だからね、向こうがね。これ小十郎なんか話にならないんじゃないか、もしかして。来たね、一気にね。志村を前に出して、小十郎がこうで、重真耐える、来た信近も耐える。最上が難しいとこだな。最上義明も側面かな。いや、これまだでも完全に側面に送り出すには危ないね。おっとり挑発、いやでも乗ってないぞそれは。よし、沼に入った。いやー、この一部隊だけっつのはまた微妙だな。ただつくべきだよね。で、これ重真と志村光康入れ替えたのは、重真をこっちの罠でも使いたいから、ちょっと罠の近くに待機させておきたいんですよね。さあ、狂気をガンガン乗せる。あー、でもそしたら志村奥までやっちゃうか。こうしよう。あー、おとり挑発引っかかったな。まあでもすぐに切れるでしょう。ちょ、とりあえずいい形ではある。始めるぞ。さあ、夜新三希望で動きを止める。で、この隊は沈黙するね。三宅隊は志村が引いてこよう。よし、壊滅で一度散ります。これこのまま板倉勝重にかかってもらそうな気もするけどね。やりたい。まあ一応ね、引こう。さあ、止まったぞ。完全にぶつかるまでに男盾が溜まっててくれればいいんだけど、どうだろう。重猿隊が1000いるっていうのがね、心強いよね。来るぞこれ、男盾。よし、引っ張った。で、下がってくる、上がっていく。激励。それがどうした。沼が待ってるぞ、板倉勝重。いや、来いよ。いやいやいや、いや、挑発でしょ、あんた。挑発状態でしょ。挑発ってそういうもんじゃないでしょ。そう、そういうことや。ちょっと、あなた。男だって入ってるはずでしょ、あなた。来た来た来た。なんか、すごい抵抗するね。やばい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 ってなってるのかな、相手も。絶対そうだから。いや、そこはもう一歩。来い、こっちに。来い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 。なんでだよ、なんでだよ。やりたい。おかしいだろう。いや、もう溶けてんの男だってね。ただ結構被害与えたぞ男だって。いや、もう一回引けない。覚悟せよ。なんとしても、いや、入れ替わるなよ。しょうがない、ならばこっちだ。本当対象部隊やっちゃいたいところだったけど、しょうがない。こうなったんだったら、これを沼にかけて潰してしまおう。いぜ、崩れねえよ。よし、沼にかかる。ならば襲いかかろう、一気に。いやー、北信地か、危ねえ。これ沼にかかってる状態だと反撃ダメージもないからね。ここで一気に消し去ってしまいたい。被害がないんで。さあ、ダメージでかいぞ。回想、これで守備力1だよね。よし、一気にいけるね。いった。よしよしよし、
覚悟しろ。でこうなったらまあ対象部隊に向かって突っ込んでくるんで包み囲んでおしまいでいいんじゃないかな。ちょっと兵力差は相当危ないけどなんとかなりそうだね。やっぱ強いさ連中が揃ってるとこうなるよね。兵力差もある程度なんとかなる。あー北の武士が危ないな。逃げられるかな。回想した。よしこの回想でかいね。よし一気にいっちゃおう。よし兵力差をものともせず見事に勝利。部隊数がいたらやばかったけど部隊数が少なかったからね。格好できたらね。よかった。ただ城はもう落ちんな。こうなっちゃうと打って出られるとおしまいじゃないか。いやまたなんか来とんのかい。それはダメでしょ。なんか来ちゃ方位14日だけどもうどうしようもないな。ただ動こう。ヤシャクロウが、ヤシャクロウが岩村も捨てがたいけど、いや郡上八幡に行くか。じゃあこの3体11600。ちょっと鬼屋下月の隊が怪しいけどこれで郡上八幡に改めて向かいます。を切らせてもらう。あ、集結地点松倉にすればよかったかな。そうだね、松倉にしよう。集結地点なんか武将微妙にミスってんだここね。強いの2人いないもんね。まあ、津軽、縦広に一軍引きさせるか。いやー、納得いかんな。もがみ、返そう。しょうがない、これは。よく頑張ったよ。で、ちょっと、改めて武将をちゃんと整えて、もう一回出ることにしよう。で、気になるのはこっち。いや、来てるね。来てるし、待てよ。いい方でしょ。しようか。引っ込んだ。じゃあ、どうするんだ？これ、あ、4200になったなら大丈夫だね。じゃあ、安藤三年生は引こう。うん、これなんとかなる。で、どうなん？交渉はどうなん？ダメだ。でねえ、交渉が。さあ、河野台に来たけど、全軍を展開させれば問題はないでしょう。揺るがずだよね。そう。やりました。ただ、だいぶ兵力厳しい。どうなってる？ここ。あ、交渉出た！講和解除しよう王女な。もうここまで来たら一気に行っちゃえよっていう感もあるかもしれないけど、まあ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 一気怖いからね。じゃあ次は政宗のところだね。行きましょう。さあ政宗激突。分からず。いや分かってるね。行きましょう。18000の8800でしょ。で政宗だからね余裕よ。二部隊とはいえ余裕でしょう。さあ対象部隊浮いたね。じゃあここで一気にやってしまおう。もうこうなっちゃえば大丈夫でしょ。奇襲多分乗せられるけど問題はないと思う。強撃校舎、うん、奇襲やっぱ入れられたね。ただもうそういうレベルじゃ済まないぐらい本体がやられてくから本体壊滅で勝利だよね。よし。いやちょっと兵減らしすぎたかな。これで城取れるといいけど。このようなところでどうだ。立ち止まってはいられぬ。頼む取れてくれ。言い出しを取れそうでしょ。よし取れた。終わりか。いいね。七ほどにもない。おバックでドン。二次重吉。まあ微妙。おさらば片事件。これ政宗さ岩村城行っちゃわない？行くぞ。このまんまで遅れるものはなんとかなりそうな気がする。さあで北条だね。出てきた。揺るがないでしょ。揺るがないね。これはよし揺るがない。おさから落ちろ。落ちないか。今日21日。いや、こうなってくるとさ、おー、取れた取れた。口ほどに。おバックで、ドン。アトベ勝助、ネーシンアトベ。まあ、首は、打たずに置いてやろう。いや、こうなってくると、こうは解除しにくくなってくるな。だって、元桜落ちるもんね。いやー、でも、どっかでこうはに踏み切らないといけないんだよな、絶対に。ね、政宗が、いや、この一万、小山城の、これがいなければこの辺蹂躙するんだけどな。ひとまず、入城かな。いや、全入城でいいでしょ。では、次のターン行きましょう。あ、よし、落ちた。呪い受ける。逃亡だ。やったぜ。そしたら、森山、行こう。皆の者。よーし。いや、ここで逃亡落城したのでかいね。上杉家殿の同盟期限切れ。怖え。報告いたします。
行きたくねえ、上杉。ご命令を。もうそんなにだって、命の灯火が残ってないからね。なんだよ、延長拒否すんなよ、上杉。もう、かなかな。もう、同盟したいならしたいって言ってやー、ねえ。よし、じゃあ、ヤシャクロのところに武将を入れよう。強い日の一人ね。武将の移動やら軍備やら整えました。それでは、行きますか。で、とりあえず北条とは、講和会場の方針で行きましょう。80% 乗るでしょ。乗ったー。この城、よし。行けるぞ。で、ひとまず、北条とはおしまい。徳川とも沿線気分漂ってるね。これはちょっと、いや、徳川との沿線気分は参ったな。参ったけれども、徳川とはこのまま継戦していこう。どん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 西に進んでいく。で、松倉に、今、九戸かなんか移動させてんだよね。一人強い武将を。で、それが入ってきたら、あ、これ!ちょ、待って。これ、上杉景勝と橋場秀吉のさ、この戦の趨勢を見てさ、この辺り遅いてぇなぁ。ね、一気に北陸、行けそうな感じあるよね、この状況だとね。いや、でも、今は西だけを見る時のような気がするので、まあ、松倉に武将が入ってきたら、郡上8万、岩村の兵力が回復したら、右北条みたいな感じで、もうどん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 西に向かって進んでいきましょう。行きます。すぐ入ってくるよね、きっと。入ってきた。よし、じゃあ、郡上8万、向かいます。じゃあ、4体、1万8000でもって、郡上8万、参りましょう。で、上原だいぶ兵いるから、こっから出したい。ので、右北条、2万か。いや、でも、そしたら、この辺り行くと、面白いことになりそうな気がしない?ダーンってこの辺取れるね。いやー、でも右北条だな。西側を目指そう。どんどん成長していきます。じゃあ、この5体、どれぐらい出せるんだ ?1 万5000ぐらいか。じゃあ1万5000でもって、右北条、行きます。こう、上限2万なんだよね。微妙だな。まあ、行きましょう。さあ、上杉と24ヶ月同盟、結べたね。川伏の誇り。イエスが吠える。これ、この辺つきたいよな。つけないかな。つけるような気がするんだよな。いや。いけるでしょ、これきっと。だ、犬以上に向けて、さらに一軍進めよう。ここはもう武将の質じゃなくて、頭数だけで攻めます。だから、2万でもって、犬以上に、行きましょう。でもこの犬以上、五分五分だからさ、こここそ武将の質が、大事なような気もするけどね。まあ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 。さあ、一騎、そうだよね。徳川に起因する一騎が起きてるからな。秀宗が誕生。今月も、ヤシャクロは生きることができた。よかった。サラサラ越え。あ、でか、これ欲しいな。あ、光ったね。取れるね。あ、鷹の目も欲しかったけど、まあ、それはしょうがないか。兵糧割引、これいっとこう。あ、商業10切っちゃった。しくじった。まあいいか。浪人、ドン。なんかすごいこれっていうのはいないね。まあいらっしゃいませ。さあ集まった。いいな、おまさ。ヤシャクロがまず激突だね。ん、取り付いたぞ先に。方位で33日。今なんかほとんど兵糧がないみたいなこと言ってたね、ヤシャクロね。これどうなってんの意味がわからんだけど、これどうなってる本当に。ん、え、これ、いいな、おまさ、いないの?いるよね?そうだよね、いるよね?全軍を展開させ、ぶつかっていきましょう。まあ、大丈夫でしょう。一連卓勝で引っ張って、沼にはめて包囲殲滅よ。部隊数多いな。部隊数多いのか。それは逆手に取れる。対象部隊一本ずれでもいいけど、まあ、殲滅させられるんだったら殲滅したいよね。で、サゲツが鳥に突っ込んで破壊するヤシャクロウと酒の部。なんかちょっと珍しいメンツだよね。引いてるね。まずは鳥で破壊しちゃおう。鳥で破壊して、こう動
動くか。少しスライドしながら対象体だ。のろし立ってるのか。それは少しうるさそうだけど。おお、来た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 。一連卓勝、一連卓勝じゃないかな。まだ引っ張ってはめて殲滅でも面白いかもしれないけどね。あー、背中向けんのか。今回背中向けパターンだね。うん、対象部隊乗るぞこれ。邪魔するなら容赦しねえぜ。これはでもいきなり罠に、お、でも突っ込んできた。すごい勢いで面白いことになるぞ。この辺、こっち移動しよう。騎馬隊だから移動早いでしょ。で、こう頼む。ここは守れ。ガシン召喚、奥村助右衛門か。これ来てくれ。いい、あ、来た来た。いやいや、来い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 。挑発乗ってんだろお前。これどうなっとる。下月えらいようになったけど、はまった。来た、入った、よし。ならば全軍向かうはいいの。赤園へよ参れ。さあ、しっちゃかめっちゃかにしてやろう。しっちゃかめっちゃかにされてんな。やりたい、前、やりたい。いや、下月がやばい。下月がどうなっとるこれ。一連卓勝、逃がさないぞ。容赦しねえぜ。やりたい、前へ。よし、壊滅続いてんね。小一郎さん帰ってきた。哀れよな。まずい、下月がまずい。いや、もうしょうがない。下月は赤園へ。それがどうした。いいが誇りねえよんなもんは。やりたい、壊滅前。さあ、やりたい、赤園へが聞いて呆れるぜ。よし、やりたい前。ふう。きつい戦だった。結構無茶したな今回。乱世に我が名を響かせ。いや、だいぶでも被害出たね。おお、鬼武蔵までいいんじゃん。すげえな。やっぱ徳が人いるね。さあ、郡上八幡再び囲み込みましょう。いやー、これでも最大兵数割ったね。ここだって1万だもんね。ちょっと無茶しすぎたかな。いやいや、こんなもんでいいでしょ。さあ、滅んだのは大友。まあ、総林亡くなってたからね、この間ね。で、強行26日。これはいけるぞ。取った。お、逃げ出しだ。終わりか。よし、正宗、犬山行こう。いくつだ。12000の14000。いけるいける。遅れる者は切る。いや、面白いことになったなこれ。ん、小一郎さん、このイベント久しぶりに見るな。橋場秀吉の威風邸、橋場秀長、恩和で聖望高く多大名との摂政役を務めて兄の破業に大いに貢献した。しかし、兄を天下の頂に立たせるため八面六臂の働きを見せた秀長の体は徐々に死の病により蝕まれていった。兄上、私はよく覚えております。秀長、無理に喋ると体に触るぞ。思い出すわ、兄上が私に武士になれ、城を守れとおっしゃったあの時。昔話なら、この病が治ってからにすればよかろう。兄上に無理を言われ、なんとか無理を通すとまた無理を言われ、地獄だな。ドブラックじゃん。私は楽しいマゾ。まさかの小一郎さん、土神聖マゾだった。悲しい。そうじゃ、まだ超えるべき金はいくらでも残っておる。秀長、お前の力が必要なんじゃ。し、さて、まさかこの流れでヤシャクロ大丈夫だな。報告、よし、まだ病すら追ってないぜこのヤシャクロ。不死身か。ゲチいけるぞ。見えたぞ、今日が掴んだぞ、天下の尻尾。シプショーの移動させましょう。それでは進めていきましょう。出せそうだったらもう一軍出したいよね。さあ、犬山取り付き。さあ、強行32日。ただ、何か来てたよね。またしてもいいか。なるほど。まあ、ちょっと待って。スルーすんな。来たか、いいが。ん、激突。わかってるから、それは。なんか二部隊。東国無双にコテンパンにやられてしまった。なんということだ。いやー、どうすっかな。
出すでしょ。どこに向けて出す？だいぶこの辺上限高くなってきたね。清洲城行ってみるか。いやでも出せんのこの二部隊だけだな。しかも兵力、あ、それでもこの二部隊で1万とか出せんだ。いや、そしたらこの辺り行っても面白そうだよな。犬以上ね、この辺で引きつけんのありでしょ。そうしようか。あ、いなくなったぞ、いいの赤備え。郡上八幡どうなった？方位4日落ちてる。よし。よし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 。陥落。相手にならねえよ。やりましたな。おバックで、ドン。あの山の武器見。なるほど。まあ、下るがいい。ちょっと武将の数が、足んなくなってきたな。ここ、津軽いたらな。もう一軍ね、熱い軍が浮かせるんだけど、まあ、しょうがないな、それは一個なしだよね。これ、豊臣の援軍来てんな、羽柴の援軍がね。8557000、いけるでしょう。いけるならば行くよ。さて、ん？織田信勝と家康。いや、そっち行ったか。ん？ちょっと待って。家康負けてんじゃん。やる、今、なんか、笹の才蔵が頑張ったみたいなアナウンス出たね。なるほど、やるね。それはありがたい。見事なアシストだよ、信勝。これ、そしたらさ、信勝と同盟結びに行ってもいいかもしんないね。工作仕掛けようか、親善の。さあ、激突揺るがんしよ、これ。揺るがないね。勝って、ほら。勝って、勝ち。さあ、どうだ、岐阜城。いやー、きついか、これ。27日。来るよ、でも、これは。間違いなく来る。勝つより、お前、おとなしくしとけよ。な、よし。政宗の方に。いや、でも、きちー。きちーぞ、これ。13000の2万。どうなん、それ。やるっきゃない、ん？橋場を撃て。あ、ここは応じよう。さあ、橋場包囲網。とは言っても、まずは目の前の徳川をぶちのめさなきゃいけないんだけどね。やってやろう。徳川を倒すことが、すなわち、橋場を倒す足がかりになるからね、間違いなく。で、織田信勝。わかってるだろうな。と、筒井も、もう余計な戦をしないで、京に入りたいんで、一応親善しときます。問題はここなんだよな。ね、これ、もうぶつかってるね。5万7000でしょ、上限。だから2万1000の1万2000、そのまんま出るのよね、兵力差。うわぁ、これは大変だぞ。それじゃあ、このまま進めていきましょう。三河武士の誇り。まずは、勝頼対政宗だね。来たぞ、2万が。采配次第、行こう。これはきついな。部隊数、兵数ともに、向こうが圧倒的優位だもんね。